せーの、ミュートはーい、オーケー、ミュート。確かにね、確かにね、早いってやつだね、多分ね。メインホール、あ、また下か。初手のこの動きはちょっとびっくりした、びっくりした。今同じこと考えたら逃げようとか一瞬思ったよね、多分ね、二人とも。この今の動きはトシさん絶対白いっしょ。殺されるかもと思って逃げてたよね、今。絶対白いじゃん。めっちゃ白いわ、今のは。それは白すぎる。2、3、次4。すげえ。なんか、あはー、終わらなかった。はい。わあ、早い。あれ、悪道君とポリ君が死んどるじゃないか。どういうことだ。でもこれで、めぐれ警部は絶対に違うことが分かりました。せやな。そうか、見えなくて豚だから。今、僕と、めぐれ警部は、電気室にずっと一緒にいたので。電気室か。はい。反抗不可能の2人です。絶対無理です、ね。なるほど。無理です。他になんか2人で行動してた人とか、これだと白いなーって人います、最後の最後にエンジンルームで僕停電になった時に歩ってたら、うん、コックピット側からマナミンさんが来るのと会って終わったぐらい。そうですね。まあ最初言うなら、ユタカさんと展望デッキにはいた。やな。で、その後どこ、その後ダラクさんどこ行ったん？うっかり怖いなと思って。俺は、右方面、電気室。通ってたら停電になってメインホールぐらいでなったかな。なるほどな。これでゆり猫さんはアーカイブ昇降機に乗って、アーカイブ昇降機最後はあ、上の方やな、ほんなら。そうですね。桜井田さんは、あ、桜井さんかと。貨物室脇で、うわ、一人だってなって、金庫ぐるぐるやってましたね。それしかやってない。工藤の下が武器庫の左下のところ。武器庫の左下。おー、ということはこれ、マナミンやったじゃないと。いや、私、宿舎前で湧いて。湧いたのはそこ。そうです、そうです。で、コックピットで行って、タスクやって、停電来て、で、停電来てる時にエンジンルームに行ってっていう感じだったんですよ。あれれれれ、おかしいぞ。いや、俺、考えたら俺が違う。カイジもワンショーであるから。ダメよ。カイジも。これでも、名屋さんの説もあるんじゃないと、これ。メイヤさんか、マナミンさんか、カイジの3人のうちにどれかかなと思って。一つだけ言うと、うん、僕は右からそのコックピットに行こうとしているときに、マナミンさんと、本当に最終なる直前すれ違ったので、マナミンさん視点僕が無理だと思います。これ、すれ違ったすれ違ったっていうのは、もうなんかすごい接近したってことですよね。あ、そう、停電中に、そうですよね。ピンクとすれ違った。で、ピンクが左コックピット側から来てるので、もしかしたら武器庫かもしれないので、結構確かに怪しいとは思いますが、なるほど、どっちかかなと思ってるな俺は。ダラクさんってなんかその上に行く、じゃあ、展望デッキに行くまでの間でマナミンさん見てないんですか？いや、ユダカさんしか見てないっす。なるほど。見てへんな。私もダラクさんは見てないですね。なるほど。めぐれ警部どうですか？わからん、もう警部やめたもん。一緒に飲むほうがそういう感じになるんですか？やめたやめた、丁寧退職だ。さっき渡ってたのにな。あ、マナミン取られとる、あぶねー。2個入っとる。嘘だ。犯人で逮捕さんぞ。ミュート。いや、もう、トジさんもう適当になってきたじゃない。はい。すごい今、あ、ないわ、右上か。すごいなんか今ね、3人で譲り合いをしたね。もしかしてさ、これエレクトリカルのこのレバータスクって続きからできる感じ？続きからできるんだったら超ありがてんだけど。誰もいない。続きからいける感じだな、これ次4だっけ ?4 だよな、次。4、5、OK、6?7回。6こっちかじゃあ。オッケー。よかったー。いや、トシさんふざけ倒してるね。今日なんかちょっと真面目にやりすぎてるから、もっとふざけとこうと思ったんだろうね、多分ね。いやー、サービス精神がね、基本的にトシさん旺盛ですから。バイタル見よう一回。これで一回バイタルチェックして、死人のチェックだけしよう。黄色が死んでる。黄色死んでるのか。黄色、黄色。黄色誰だっけ、桜田さんか。
おぉ、押しちゃったよ。どないや。お、今、作枝さんが死んでますね。あ、作枝さん死んでますね。あ、いやーなぁ。ちゅうことは、堕落さんは違ったってことやな、ほんなら。違う。俺は死んで勝ち取るために豊さんについていった。めちゃめちゃずっとついてこられてたから。ああ。あと、メイヤーさんがミーティングのところおったなって話だな。そうですね、ミーティング右のタスクして、ミーティングの上のタスクバーってやってたら、豊さんと堕落さんが多分上がってきたタイミングだったので。そう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 。これって今、豊さんと、うん、すいません、服部くんと堕落さんはずっと一緒にいたんですか？ずっと一緒にいた。なるほど。うん、マジ？あと、その二人が上に来るタイミングで死体を発見してないんだったら、僕も多分キルクール的に無理じゃないかなっていうふうに思ってほしい。せやな、メイヤさんも多分シロなんちゃうかなと思ってんねんけども。せやな、せやな。で、あるんやったらさっきのシロバク、いや、工藤殺害されてる現場の話や。ほっ。マナミンさん。マナミンさんっぽいけどな。なんとちゃうかなと俺思うねんけど。マナミンさん、あんただな。いや、私、コックピットでほんとタスクして、その最中に停電来て、停電来たっけって思って、直し行こうと思って、通信室の前あたりの通路で、誰と会いましたっけ？メイヤさんか、メイヤさんと。エンジンルームですよ、僕すれ違ったの、確か。え、通信室の通路の前じゃなかったですか？いや、僕、そこまで行ってんのかな。確かにエンジンルームと武器庫の入る直前ぐらいで、かもしれないですね。はい、でも、すれ違って直前にレポートなんで、いや、なんかかばってるように見えるよね。いや、僕はマナミンさん最初にあれですよ、最初に左から来たっていう情報出してますよ。そうですね、まあ、確かにそうなんだけど、うん、いや、私はこれ今回作枝さんと一緒に湧いた人とかいないんですか？そう、それ、まあ、見てへんな。それ見てない、湧いてないです。僕も見てへんな。ほんまか、ほんまか、ほんまや、ほんまや。停電だったから分かんなかったかもしれないです。ごめんなさい。停電でしたよね、これ、湧いたとき。最初湧いたとき多分停電ですね。そう、周りも見えなかった。赤の方と結構すれ違ったよね、さっきからね。今でしたっけ？そう、今もすれ違ったよね。あれ、今すれ違ったのは僕、マナミンさんと診察室で多分。はい、そうです、そうです。すれ違いました。トチさん、どこでしたっけ？ごめんなさい。診察室か、電気室のところ、最後の最後、今すれ違ったんやけどね、一瞬。あ、本当ですか？すいません。覚えてない。バイタルの左側ですね。どこがわからんけど。すれ違いました、すれ違いました。ちょちょ。これ、どなさん、あと17秒やけど。わからん。これ、スキップすんの？僕は投票してます。ああ、すんねや。いや、僕も投票してる。投票しました。いやいや、おかしい、おかしい。なんで？そんなにおかしい。いやいやいや、まあ、トッシェン、お前。すいません、ごめんなさい。いや、マジいいな、俺もトシさんみたいになんかそういうなんかイチャイチャしたいな、ずるいな、それ。あ、スケさん、ノタさん、こんばんは、どうもです、よろしくお願いします。いいな、トシさん、いいな。昔のコナンしか見てないんですけど、めぐれ警部ってあんなんでしたっけって。いや、めぐれ警部はですね、一応最近ちょっと性格が変わりましたね。昔はあんなんじゃなかったんですけどね。そうなんですよ。最近になってやっぱりちょっともうコナンくんが嫌になっちゃったのかもしれないですね。ゆたかさんがあそこにいる。ゆたかさんはさっきマナミンさん釣ろうかみたいな話もしてたし、釣った方がいいと思うんだよねってことでボタンを押しているので、おそらく違うというふうに見たいところなんだけど、正直わからん。まあ、トシさんが上から降りてきた。ほんで、メイヤーさんも正直まだわかんねえんだよな。いや、でも、マナミンさんで落ちているとしたら左から来たっていう発言はめっちゃ白いか。あ、ユタカさんがついてきてくれるスタイル。それ白い。ありがたいな。本当に白なのかな。まあでも多分白だよな。ユタカさん、マナミンさんの話あったしな。いや、渡れるな。渡れる。で、右下を直す。はい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 。オッケー。任せて。アーカイブが行くか。しゃあない。ここ直すか。めんどくさいけど。これが一番めんどくさいよね、正直。はい。はい？いや、トッシンさんとね、マナミンさんのそう仲いいのはやっぱりいいのよね、やっぱね、カップルっていいなぁと思うよ、本当に。ああいうのを見ていると本当にね、俺もイチャイチャしたいなってめっちゃ思うわ、マジで。本当に思うわ、クソ。クソ。
くそ、次トシさん釣ったろかな、もう死体はなし。くそーくそ、怒りのすっぽん。瞬殺で直す。でこっちから行って、上から回らず、じゃあ下から回らずに上から行くか。上から行こう。で一番最後に、展望デッキにするか。これ結構死んでるか。でもマナミンさんで多分落ちてると思うんだよな。あー、マナミンさん落ちてますね。よかった。マナミンさんさっき釣りましたよね。で、マナミンさんで落ちてますね。あの殺害予告受けましたから僕は。だから僕は白。ゆりのくさんどこで誰を。エンジンルームで。ゆたかさんを。あ、はい、そうです。ん、思い出した、思い出した。そうですよね。はいはい。あのね、あのね、あのね、僕ね、どうしたの？あのめぐれなんですけどね、あの、僕ね、あの、展望デッキで助かったんよ、助く。あ、うん、そうなんですね。そう、その時に、後ろに黒の方と青の方一緒にいたぞ。あ、それ見て。え、てか、突進さんと一緒に、突進さんと、YTK さんと一緒に、豊さんでしたっけ、豊さんと一緒に、はい、停電を直しに行って、で、突進さんと一緒に停電治った時には豊さんいなかったと思いません？いやー、覚えてない年だからな。情報大事。最初の停電の時に、僕もメイヤーさんと豊さんが一緒にいるのを見て、はいはい、僕は右に行って一人にそこからなったんですけど、その後多分、はい、豊さんとメイヤーさんがずっと一緒にいたんですよね。あの武器庫キッチン展望デッキ前、突進さんと一緒にいるはず。なるほど。その、うん、その後はどんな感じですか、突進さん。僕ね、あのね、展望デッキでやってたんや。そしたら、二人おらんくなっとんだもん。だから、これはもうメイヤーさん一択だろ。チェックメイトだ、めぐれです。いや、ちょっと待って。俺、ずっと昇降機の、宿舎前通路に突っ立ってるんですけど。最初そうでしたね。一緒にいましたね、ずっとね。いや、今も突っ立ってますよ、僕。え、今もですか？今も突っ立ってます。タスク終わったんで。あ、それ言われたら何も言えなくなっちゃう。あのね、僕ね、あの展望デッキからその後キッチンセキュリティの方に行ったんよね。ああ、はいはいはい。で死体はなかったって、これ死体があったから調べてるんです。いや、これでもあのトッシンさんは一番最初にマナミンさん釣りたいって言ってるの確かトッシンさんなんで、そう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 、違うと思うんですよ。確かに。そう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 。あとでも僕もあの左から、そうですよね、左から来たって。一偽装をした、してあげたから、まなみんさん助けられたんじゃないかなと。確かに。え、と思ったら、僕これ、ゆりねこさん殺した後に間違えてボタンを押して通報したんじゃないですか。ずっと一人でいて、誰とも会ってないんですけど、私は、まなみんさんに疑いが向けられた時に、メイヤさんの反応が若干なんて言うんだろう、ラインを切らずに若干用語に回ってる感じは私はしたなとは。なるほど、なるほど。じゃボタンを押しましょう、一回。多分まだボタンありますよね、みんな。ボタンありますね。はい、スキップします。誰が入れたの、メイヤー。あ、すいません、今僕が入れました。いいです、いいです、いいです。怪しい位置ではあるんで、確かに。メイヤーさんなぁ。まあでも確かに、マナミンさんを、釣りをしたりとかしたわけじゃないけど、左から来たって言ったのは確かにメイヤーさんなんだよな。でもワンチャンマナミンさんかもっていうのはあったけど、最初ってあの時って死体の位置ってもう分かってたんだっけ。死体の位置分かっててそれだったら正直なんともって感じだけど。もうちょい、あと11秒。どっちか死んでくれたらな、分かりやすいんだけどな。あー、めんどくさい。それ俺も直しに行った方がいいやつじゃね。治ったら行く、治らなかったらここで階段ですれ違う。いや、これやられてるわ。あ、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 乗ったら泣いちゃいましたね。今、上から来たんですけど、あ、ごめんなさい、ゆりのこさんわかんないですね。あの、ミーティングルームの下の昇降機のところの階段のところで、トッシンさんが死んでいたんですよ。で、僕今、ボタンを押すためにミーティングルームの上にずっといたんですけど、よく考えたらこれ、向こうで殺されてたら何ともならんかもしれんと思って、降りた先にトシさんが死んでたんですよ。ってなると、ゆりねこさんっていうのは最後どこにいたんですか？通信室です。これ直しに行ってたってことですよね、多分。直してる途中ですね、今。ってなると、通信室で、通信室まで一回メイヤーさんたちで行ったんですか？
や、僕は普通にアーカイプから昇降機で、あの、チク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 ってやつに乗って左に行ったら、はいはい、その現場でノッタンさんが、突進さんを切ってるところを見てしまった。ああ、じゃあ、あの、確実にメイヤさんなのか。僕、あの、殺してるところとか見たわけじゃなくて、僕が降りた時に、メイヤさんって、突進さんの下の左側にいたはずなんですよ。昇降機から乗ってきてるってことは、メイヤさんは、トシンさんの死体の右側にいなきゃおかしいですけど、今左側にいましたよね。一つだけ、返すとすると、はいはい。ノッタンさんはミーティングルームにいたはずなのに、ボタンを押さずにずっと待ってたってことですよね。そうです。これ通信妨害が来てるんで、ボタン押せないんですよ、まだ。それって、どの時間からいたんですか？通信妨害ってそんなに、はい。前から来てない気はするんですけど。はい、いや、初手からじゃないです。で、僕、最初、もうミーティングルームに速攻行く気満々だったんで、はいはいはい、金庫室の隣で湧いて、速攻ミーティングルームの上に上がってったんですよ。ああ、なるほど。ずっと上にいたんですよね。で、20秒ぐらいのところ、残り20秒ぐらいのところでサボタージュ、これが鳴ってるんで、僕、ずっと画面見てたんですよ。残り20秒っていうのは何が、ボタンを押せるまで20秒ですか？ボタンのクールタイムが残り20秒ぐらいのところです。はい。なるほどね。最初の10秒ぐらいでサボタージュが鳴ってるはずです。じゃあ、ごめんなさい。僕、やったのって言ってたけど、ノッタンさんが死体の上に立ってるのを見ただけなんで。いや、これは苦しくないですか？さすがに。やったの見ちゃうんですよね、ちょっと。昇降機から右から左に行ったタイミングで、はい、まさにその状況だったので、もう笑いがこらえられなくて笑ってましたけど。なるほど。ゆりのこさんだそうですけど。いや、見かけてないんですよ。誰も。そうですね。一人でずっと孤独にいたので。多分そうだと思いますよ。まなみんさんで落ちた。と思って、はい、まなみんさんとめいやさんとのやりとりが二郎でやってるのか、はい、ちょっと今考えてます。 あれですよ、僕さっきの7人盤面の時に、いやこれ釣った方がいいのどっちなんて豊さんが言った時に、いや絶対釣った方がいいと思いますってまなみんさんに最初に入れてますよ。まあボタンを押しましょう。もう一回入れちゃったの。ボタンはやばい。びっくりした。上から来るのは、上から来るのはずるくないですか、マジで。びっくりしました、今。下いると思って。上から来る、上から来るのは予想しなかったですよ、僕。ナイスだよ。すいません。いや、びっくりした。危なかった、今。あ、メイヤさんと学びに。いやー、なんかチャンネル登録すると、明日好きな人に告白されるらしいんだよね。まあ、最悪そうじゃなかったとしても、なんかいいことあると思うんだよね。最悪そうじゃなかったとしても、俺は喜ぶよね。